おはようございます。今日は安曇野のマイグラントさんのところにお邪魔しています。マイグラントの、真由美さんと、寺田さんは今畑仕事中です。そしてマイグラントさんのところの鳥たち、この子はねガッチャンです。ね、ニワトリは、ね、足で嗅いて虫を探すんですが、アヒルはね、アヒルの足は水かきなのでくちばしでねこうやって虫を探すんですよね。一生懸命食べてます。これが可愛いよね。はい、こっちはね、アローカナのおはぎちゃんです。出身はね、ライちゃんと同じ、トリコクラブ星野さんのところの鳥ですね。奥にいるのはカステラちゃん、カスちゃんです。アヒルのガッちゃん一生懸命食べてます。仲良くね、アヒルとニワトリがこうやって一緒にね遊んでるっていうのはなかなか面白いですね。この子はねウニちゃん、ちょっとねキツネに襲われる事故があって足が不自由なんですけれども、ね、卵も産んでるそうです。真由美さんとね寺田さんがいるときはこのケージから出てるんですけれども、ちょっと足が不自由なんで、今ね特別のこの囲いの中に入っています。ライちゃん、ここカエルもおるからな、カエル食べたらいいよ。カエル、ハルちゃん。なんて顔で見てんだハルちゃん。何を見てんの、なんかおった。ハルちゃんは何を見てんのかな、水が流れてんのを見てたんかな。サラちゃんもね遊んでます。はい、この子もねアローカナ、モナカちゃんです。モナちゃん、おはぎちゃんとね一緒に来た子ですね。かっちゃんめっちゃかわいいな。なあ、用水路にね水が流れてるから水はたくさんあるんですけれども、はい、ガッちゃんお水、アヒルはねそうこうやってね水で流し込むんですよね。あらら、一気にほら水が真っ黒になったわね。お、水が来たらすごい速くなったぞ動きが。ガッちゃん、くちばし土いっぱいついてかわいいな。はい、こっち置いとくよ。この子は岡崎洋粉のゴマちゃんです。ゴマちゃんも年取ったな。ね、みんなで仲良く遊んでます。ちゃんはね食欲がすごくて、さっきミルワームいっぱい食べたからね、ミルワームあげてるとこも動画撮ったかったね。もうまったりしてるんですけど、この子は食欲がすごくてね、おねだりもすごかったです。お、ライちゃん調子よくカキカキしてますか。なんか虫はいるかな。みんな結構お腹いっぱいなんよね、まあ、まったり気味にね遊んでます。今時間はね朝の9時30分、ね、朝飯食べてその後のまったりタイムですね。いろんな種があるな。いろんな種をねこうやって食べてるんですよね。こうやってね自分の好みの味を覚えていくんやろうね。はるちゃん、その箱辺の種は美味しそうやな。畑仕事をしていた、真由美ママがちょっとね鳥たちのために戻ってきました。はい、ママが戻ってきたら鳥たちが集まってきます。虫もいっぱいいそうやな。ガチャ、虫いるの、ガチャ。
食べれてる食べてるのかな探してるんやな、ガッちゃんな、ね、ガッちゃん、田んぼ入っちゃダメだからねそっか、田んぼ入ったら田んぼ入ったら楽しいやろな、もう迷惑の鳥になっちゃう、田んぼ入っちゃダメ。寺田さん、これは何の植え付けですか？これはカリフラワー。カリフラワー、はい、なったやつはやっぱりあの民泊の食材になるわけですか？そうですね、はい、素晴らしい。自分のとこで小松菜。これはレタス類ですね。レタス類、はい、で、あのあそこで民泊で出される美味しい野菜はこうやって作られるということですね、はい、ミミズも収穫してます。あー、すごいそうか、一石二鳥や。はい、そこはね、サラちゃん、畑エリアだからね、虫を捕まえたみたいからね、虫をもらいに行こう。食べよ、楽しいな、ここ。草も虫もいっぱいいて、アマガエルもいたしね、さっきはなんか殿様ガエルみたいなのもいたよ。なあ、あ、ごめん、ハルちゃん、なんもないね。ハルちゃん、なんもないねんけど。はい、虫食べる人。あ、いいの、ここでもらっていいの？ミミズとヨトウムシですよ。はい。ハルちゃん、虫もらったら？ハルちゃん、これ虫。あ、多分ね、軍手が怖いんかな。ちょっと待っていいですか？わ、はい、かんないですけど。はい。はい。大ちゃん？はい。いらんの？腰引けてる、腰引けてる。はるちゃん、虫は？こんなに大群で虫ね。はい。はるちゃん、虫は？はい、全部大ちゃんが食べてしまった。耳添いとこ、耳添いとこ。はい、いただきました。貴重なね、ヨトウムシ、いただきました。はい、ミミズも食べんの？あー、すいません、全部食べちゃった。ミミズも食べちゃった、もんない。あとは自分で探してください。牛追いみたいに、鳥追いの鳥追いのお姉さん。だいたい田んぼ入っちゃダメだからね、それだけに入りたいよね。鳥たちはね、まったりしてますが、僕はね、ちょっとこれで仮払いをお借りして、草刈りのね、手伝いをしています。なんかやってる感じがするこの草刈りね、ざっとですけど完了しました。このね、通り道、こういう通り道をね、草を刈りました。自然農法なんで、この草の壁でね、やってるみたいです。壁は草で、で通路だけ刈りました。ちょっと遊び疲れたまったりタイムですか、ライちゃん。眠たいの。お家に入って寝とけば、ここにね、ケージ置いてるんですけれども。眠たいな。はるちゃんも眠たい？さらちゃんは一緒にいるけど、まだちょっと遊びたいかな。な、さらちゃん。あ、まったりしといてな、はるちゃん。うん。今日はね、はるちゃんのイライラが全然ないんですよね。昨日はさらちゃんを追いかけたりしてたんですけど、今日はすごい優しい。ホーランキーもうすぐ終わるかな。優しいな、はるちゃん。眠たいんだ、いいちゃん。なあ。なあ、ちょっとゆっくりしといて。はい、こっちの子たちもね、この木の下で、ね、安全な木の下が落ち着くんですよね。この下でみんな休んでいます。みんな奥におるのかな？ああ、奥で休んでますね。いたいた、みんないますね。みんな一緒にいたんですけど、ライちゃんが一人行動をし始めたんで、ライちゃんね、もうすぐ卵かもしれないですね。昨日もね、これぐらいの時間、お散歩会がね、始まる時間に産んだんで、昨日は11時に産んだんで、今12時半なんでね、そろそろ卵かと思います。さっきまでね、ずっと3人一緒にいたんですけれども、ね、一人行動するってことは、卵の準備かな。ライちゃん、卵？卵産むの。探してんねんな、産む場所。
あんま遠く行ったらあかんよ。お、ライちゃんみんなの元に戻っていったんか。えらいやんか、ね、畑仕事はとりあえず一旦終わりでみんなで帰りましょう。ライちゃん疲れたね。ね、みんなね。うん、疲れたね。疲れたね。ちゃんと返事するんやな。うん。ゴーマちゃんちゃんと返事する。はい、ライちゃんはね、僕の様子を見に来たのかもしれないですね。自分で戻った。ずっと待ってたん、ここで。えらいやんか。な。はるちゃんもな、みんなのリーダーご苦労様です。な、じゃあライちゃんもうすぐ卵産もう。はるちゃんもずっと遊んでるな。本当にね、何回も言いますが、卵を産むようになってからね、さるちゃんすごい活発になりました。一番まったりしてるのははるちゃんかな。はい、午前の畑仕事これにて終了ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあまたこのなった野菜を食べに、うん、あの食いしん坊のあの人と一緒にまた来ますから、ぜひ、はい、またよろしくお願いします。はい、皆さんもね、マイグランドさんぜひね、ご利用してください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。